世界的なスノーリゾートニセコエリア。外国人観光客の姿はありませんが、早くもコロナ後を見据えた動きが。倶知安町のニセコ花園リゾート、今シーズンから導入したのが、国内初導入というフランス製の高級ゴンドラです。非常にね、ラグジュアリーな雰囲気になっています。この椅子もですね、カーバリーでして、そしてサスペンションが入っていまして、振動がすごく少ないんですね。デザインは高級車フェラーリも手掛けたイタリアの会社が行い、スピードは業界最高水準という秒速6メートルです。しかしコロナ禍の今、なぜ？運営会社の社長に聞きました。The pandemic now is about 19 months, 18, 19 months, and will soon be over. And so, relatively speaking, it's short term. They are long term investments which will last 40, 50, 60, 100 years. 一方で、国内のスキー人口は減り続けていて、スキー場も閉鎖が相次いでいます。かつては全国におよそ700あったスキー場は440にまで減りました。積極的な設備投資による高級化で増えている海外富裕層にターゲットを絞るスキー場もあれば、設備投資はできずとも維持費がかさみがちなリフトなどを逆転の発想で独自の体験として提供するスキー場もあります。そんなスキー場が富良野の隣、芦別にあります。高さ88メートルを誇る北海道大観音の横に広がる国設スキー場。町からも近く地元客に愛されていましたが、経営不振で一昨年3月に休業しました。おめでとうございます。おめでとうございます。しかし今年元日、2年ぶりに営業を再開。再生のキーマンがこの人、プロスキーヤーの吉田さん。札幌でスキースクールなどを経営しながら、ユーチューバーとしても活動しています。指定管理者に手を挙げ、今シーズンから運営を引き継ぎました。報酬はなく、費用はすべて自前で賄います。入れます。うわ、すげえ。おお、すごいじゃないですか。資金集めにはクラウドファンディングも活用。自身の YouTube でスキー場を再生する過程を配信しました。しかしオープンを前にある問題が。それはリフト。修復が間に合わず稼働できなかったのです。そこで吉田さん、逆転の発想で危機を乗り越えます。何やらスノーモービルに紐を結び、なんと板をつけたまま引っ張り上げられています。リフト乗ってる時ってお友達とこう話したりするのはもちろん楽しいかもしれないんですけれども、アクティビティ要素はそんなにないじゃないですか。で、今回こうスノーモービル活用することで、まあ、引っ張られてる時もこう楽しいというか、こう爽快感が味わえるような内容となってますので。建物には新たにカフェを設置。通年で稼げるスキー場を目指し、夏の間はキャンプ場として営業する計画です。利用者の方々の大半が地元の皆様なんですけれども、これがですね、少しずつこの形が広まっていけば、まずは北海道内でいうと近郊の旭川の皆さん、そして札幌の皆さんですね、その先にはですね、やはりこう北海道外から北海道に旅行に行くとなると、芦別ということが一つ選択肢に上がるようになっていきたいと。ご視聴ありがとうございましたけど。